石澤アナウンサー大好きです、あ、そうなんだ。ありがとうございます。石澤アナが、まあ、さっさといて分かっててやられたいこと、あ、やられたいことですか、うん、付き合ってるとして、石澤アナウンサーと自分が付き合ってるとして、付き合ってるとしてシャワーを浴びて、もう自分終わってこう待ってる時に石澤さんが出てきて、それでちょっとなんか薄着の状態のまま、ちょっとドライヤーやってよって、したいっす。ドライヤーやってよ。かわいいな。ゆうゆうゆう今の子。